こんにちは、Gです。今回も引き続き日本語入力のお話。前回はマンジャロでの検証でしたが、今回は Ubuntu。 インストールや設定手順がマンジャロとはかなり異なります。日本語入力の背景や構成は前回お話ししたので、早速インストールから始めましょう。Linux Distro は画面の最新版 Ubuntu を使います。画面の URL からダウンロードしてエッチャーで SD に焼きます。最新版のイメージは画面の通りです。初期設定とシステムアップデートが終わった状態から始めます。セッティングスを開き、リージョン&ランゲージを選び、マネージインストールドランゲージズを選択します。言語サポートウィンドウが開きますので、インストールをクリック。メニューとウィンドウの言語が日本語と英語であることを確認します。キーボード入力に使う IM システムが IBUS であることも確認。地域フォーマットタブで単位表示する言語も日本語なのを確認。英語表記を日本語にするため一度リスタートします。再度設定を開き、キーボードを選択。そうなんです。Ubuntu では標準で IBUS モズクがインストールされているんです。キーボードにはスーパープラススペースが日英切り替えと書かれている。これを変更するにはすぐ下のキーボードショートカットでショートカットの表示とカスタマイズをクリックしてタイピングを選び別のキーを割り当てます。画面右上に言語アイコンが表示されます。ここで日本語モズクを選ぶと下に入力モードとツールの設定項目が表示されます。入力モードでは文字種を切り替えます。ツールにはプロパティ、辞書ツール、単語登録があります。プロパティでは入力方式、入力時の振る舞い、キー設定などが変更できます。また入力補助タブでシフト併用時の入力をかな、英数、いずれか指定できます。辞書ツールは辞書の管理を行います。単語登録は辞書への単語登録ウィンドウを開きます。標準の IBUS モズクを評価するんですが、ANSI も入れれば、切り替えながら入力できるので比較しやすいんじゃないでしょうか。ANSI のインストールはターミナルで画面のようにタイプします。リスタート後、設定のキーボードを開き、入力ソース下のプラスボタンをクリック。日本語を選んで、リストから日本語ANSIを選んで、追加ボタン。画面右上の言語アイコンでは、モズクとANSIが並んでいて、切り替えながら利用できるので、モズクとANSIの比較が容易です。普通は、インプットメソッドはどれか一つあればいいんで、
2つ並べてるのは単にテスト目的です。画面右上の言語アイコンから日本語暗示を選ぶと、下に入力モード、辞書モードと設定暗示の各設定項目が表示されます。入力モードは文字種の切り替え、辞書モードでは組み込み辞書の変換が行えます。ちょっとやってみたんですが、いろいろ問題があるようです。旧字体は単漢字変換のみなので、あまり便利じゃない。問題というのは、これらの辞書モードは不安定なんです。動作したりできなかったりで原因が分からず、ログイン・ログアウトを繰り返して、諦めました。設定暗示で入力方式、入力時の振る舞い、キー設定などが変更可能。気になったのは、シフトキーを押しての変換は英数固定で、カナ入力の設定がないのは違和感があります。キー割り当てタブでショートカットを作ればなんとかなりますが、モディファイアーキーとの組み合わせしか使えないので、全く便利じゃない。では前回と同じ日本語文で比較してみましょう。先頭の日本語は暗示ではカタカナ直接入力できないので、ひらがなから変換しています。竹取りの翁の竹取り部分、暗示では語彙がありません。最後の危機は暗示では候補数が18、もずくは39個。モズクの場合、文字入力ごとに予測変換語句が後方ウィンドウに表示されます。ログアウトしてログイン画面でディスプレイマネージャーを X ウィンドウに切り替えます。再度テキストエディターを立ち上げて、暗示の場合変換はできますが、後方ウィンドウが全く表示されない。問題ないといえばそうですが、なんか不安で気持ち悪いです。じゃあモズクは快適かというと、そうでもない。後方ウィンドウの位置がずれてる。どちらのインプットメソッドも後方ウィンドウでトラブルがあるということですね。ターミナルで画面のようにタイプしてリスタートします。
画面右上にキーボードアイコンが表示されています。クリックして設定を選択。これがファイテックスの設定になります。ウィンドウ左側の現在の入力メソッドがキーボード US とモズクになっていると思います。右側の有効な入力メソッドリストの下端にあるキーボード日本語を左の現在の入力メソッドに移動します。次にキーボード US を右側に移動し、キーボード日本語を上段に移動させます。適用ボタンをクリックすると、入力メソッドの選択に一致するようシステムレイアウトを変更しますかと問われますので、Yes をクリック。一旦ウィンドウを閉じてキーボードアイコンを確認すると、キーボード日本語とモズクに変更されているのがわかります。再度設定を開いて、グローバルオプションタブでインプットメソッドの切り替えキーを任意のキーに割り当てます。キーボードアイコンがアの時、キーボードメニューにモズクの設定が表示され、クリックで文字種の切り替え、設定ツール、辞書ツールなどが表示されます。ツール類の構成は先に評価したIBUS モズクの時と同じです。何せ同じモズクの設定ですから。あまり意味ありませんが、ファイテックスモズクでも同じ文字列をタイプしてみます。変換効率は変わりません。予測変換候補や用例も正しく表示されています。また、一度ログインし直して X ウィンドウで立ち上げ直し、動作を確認しましたが、ウェイランドと変わることなく変換及び表示できて、問題がないことを確認しました。ファイテックスモズクを引き続き利用するなら、IBUS ANSI は不要ですよね。削除しておきましょう。画面のようにタイプして、IBUS ANSI を削除します。設定のキーボードを開きます。入力ソースに ANSI が残っているので削除します。ANSI 自身は削除されているので名前が残っているだけです。実は削除しても IBUS は消えません。再度画面のようにタイプすれば削除はできるんですが、言語サポートで必須とされているようで IBUS の再インストールを求めてきます。鬱陶しい。まとめです。Ubuntu のデスクトップは GNOME なので IBUS が標準であり、最初から IBUS モズクがインストールされています。最新版の Ubuntu23.04 でもウェイランド、X ウィンドウが併用できるので、日本語入力はどのディスプレイマネージャーでも動作できなければなりません。しかし IBUS は Ubuntu の X ウィンドウ下では後方ウィンドウが表示されない、位置がずれるなど正しく動作できない。また、ウェイランド下でも用例が表示できないなど利用時のストレスが大きい。前回のマンジャロでも
アイバスの挙動には問題がありましたが、Ubuntu の標準実装版でも同様の問題があります。Ubuntu の標準日本語入力は問題のあるアイバスではなく、Fitex を採用すべきじゃないでしょうか。いずれにしても Ubuntu ユーザーで日本語を使うなら、標準のアイバスモズクは直ちに捨てるべきです。ご覧いただきありがとうございました。旬な果物といえばパイナップル。台湾パイナップルが欲しいんですが、近くで手に入らない。去年まではどこでも売ってたのに。私の地元だけかもしれませんが、取扱い店舗が少なくなった感じ。春先には小ぶりなパインが格安で売ってたんですが、旬まで待っていっぱい食べようと思ってたら売ってない。ひょっとして半導体不足で品薄なのかな？ではまた次回。